はい、皆さんこんにちは。本日私は本若商店街の中にありますカフェシードさんにお邪魔しております。そしてですね、夏、これは夏限定ですか？いや、通年、通年あるんですね。はい、はい、マンゴーソフトドーナツをいただいてみたいと思います。千秋さん、よろしくお願いします。はい、こんなにモリモリなんですけれども、ではちょっと食べてみたいと思います。これはマンゴーのソースがかかっているんですね。はい、はい、ではいただきます。おいしいです。夏にはぴったりですね、はい、この下の方のドーナツはプレーンですか？プレーンのものですか？はい、じゃあこうやって凝っていきますね。はい、これジャムがかかってますか？こちらのマンゴーソース。あ、ソースなんですね。はい、はい、おいしいです。爽やかです。焼きドーナツはね、はい、そんなに甘くないので何でも合いますね。ありがとうございます、ね、シンプルです。味が甘いのにも合いますしね、もしかしてあのおかず系にもなるかもしれないですね。新しい提案をします。参考にしています。おいしい、ありがとうございます。じゃあちょっと他のソフトドーナツをご紹介いただいてよろしいですか？はい、はい、お願いします。こちらいちごのソフトドーナツでございます。はい、いちごのソフトドーナツです。こちらは500円で、はい、いちごの果汁をソースにしてソフトクリームですね。はい、はい、あとはどんな種類がありますか？あとは、こちらお子様大人気の、これはお子様好きそうですね。はい、はい、チョコソフトドーナツですね。はい、これは焼きドーナツの上に、これは生クリームですか？生クリームのチョコソースですね。ああ、なるほど、はい、めちゃめちゃ美味しそうですね。はい、こんな冷たいメニューもご用意しておりますので、はい、皆さんカフェシードさんにお越しください。お待ちしております。はい、お待ちしております。ありがとうございます。失礼します。